んにちは。こんにちは。ヨヨ卓球チャンネルの川口ヨヨです。そして、ヨヨ卓球チャンネルの畠山ひろ子です。新人。新人です。新人になりますね。フレッシュです。ということで、今日は新人を迎えての、ラバーシダですね。皆さん気になっている方多いんじゃないですか。なんと、名前は何だっけ？オメガセブンツアーアイ。あ、オメガセブンツアーアイですね、はい、そう、エキシオンさんから発売される、4月21日発売のオメガセブンツアーアイのシダをしていきたいと思います。それですね、シダもするんですけど、いろんなラケットに合わせてシダをしていきたいと思います。いや、楽しみですね。そうですね。どういう感じか、カルデナの選手もね、使っているラバーなので、ね、はい、なんだっけ、あの人じゃないんだよ、テニスの誰だっけ、ジョコビッチじゃなくて、ね、カルデラム選手のね、使ってるラバーなんでね、もうどんだけ性能すごいかっていうのをね、試していきたいと思います。では、よろしくお願いします。反応どうだったね、はい、じゃあ、行きます。岡本コーチ柔らかいの好きだもんね。めっちゃ柔らかいの好きです。柔らかいのが結構いい。深くきます。ああ、なるほどね。深くグループにやっぱ押されるっていうことはありますね。ああ、なるほどね。柔らかい音するね、これ。ああ、じゃあ結構そう、岡本コーチカットまで後ろから下がって打つもんね。あ、そうなんだ。飛ぶから楽なんだよね。これどっちかで重さ違う、重さで硬さ違うです。両方とも先ほどのが50度で、これが48度です。ウーボハイパーシリーズっていうラケットに48度、少し柔らかい。的な卓球の人は合ってるね。前に振るから今の子は。下だってのみたら打ちたくなるね。
こういうあのシナリオを聞いてるラケットとかで合わせて思いっきりグッてかけると猛烈にかかっていくんで。おお、ナイスボール。それやっぱ合ってる、合ってるね。全然無視です。なるほどね。あ、なんかいつもよりもなんか結構低め狙ってるつもりでも普通の個性以外のことになります。なんかリスクを負ってるつもりでも全然ボールが普通に綺麗に入ってくるんで、リスキーに行っても全然戻ってない。普段入らないだろうなっていうボールが。やばいっす。おおおおって言う。おお、いいね。オッケー。合ってそう。おお。お、バック良さそうだね。バックもともと日本ラバーだからね、合ってる感じするよね、何言っても。おい、後ろ下がったらすごい。そんな感じだね。中陣で両ハンド、それこそカルデナオだ。カルデナオだね。あの低いボールをギリギリで狙って打ったりとかしたときにかなり性能差が出てきます。そうなんです、そうなんです、微妙なボールとか。明らかに、あ、ちょっとあれだね、リフィンでもいいものでそうで、そうですね、なんでそんなに伝わらなくても深くなるんで、あんまりいい球打てなかったなって思っても意外といい球いくんで、まあ、しっかり打てなくてもいい球入りますよ。深いっすね。当て気味の方が寝かせるよりも、
そうですね。僕とか立岡さん向きだと思うんですよ、ね、立岡さん立岡バーンってやつ、いや、ありがとうございます、ありがとうございました、ご視聴。最後にですね、ちょっと総評ということで、まあ、総評って言ってもね、僕から言いましょうか、こんな感じか、ですね、まあ、打った感じやっぱりこう単純にこうエネルギーがあるなというか、やっぱ体のある選手が使ってるんですよね。だけあって、もうやっぱ離れててもどこからでもやっぱりこういいボールが出るなっていうイメージです。ボールも回転もかかるし、弧線も描くし、やっぱ結構力抜いてしっかり当てたらすごいいいボールが出ます。なんか自分から薄っこするよりも抜いて、やっぱ現代卓球のやっぱり選手に向いてるかなと思いますね。でもなんか卓球は結構楽しくなる感じですね、本当に。で、私が一番こう良かったのは、インナーですか、アウターですか、インナーです、インナーアピール ZX2、 アピール ZX2、 パワーがあんまりないんでちょっと軽めのアピール ZX2 に使ったら試合では一番いいだろうなっていう。で、打ってて単純に楽しかったのはヒューゴカズラのハイパー、ウーゴハイパーチリュー、ウーゴハイパーアクシリウム、ウーゴハイパーアクシリウム、アクシルーム、アクシリウム、アクシルリウムです、ウーゴハイパーアクシリウム、ウーゴハイパーアクシリウム、はいですね。いや、打っててやっぱ楽しかったです。やっぱ単純に離れてもパンパン飛んでるんで、そう、テニスじゃないかっていうぐらいでもね、でも良かったです。はい、じゃあ次は今後のコーチどうですか。やっぱ自分が中陣とかで、前陣じゃなくて中陣でやる方なんで、やっぱり中陣からバンバンって打つ分にはすごい簡単に飛んでいくんで、そんなに8割9割打たなくて、5、6割ぐらいで打ってもボールだけはなんかこうすごい威力のある球がいくんで、連続でこう強い球一発っていうよりか、連続で打とうとした時もなんかその一発で打つようなボールが連続して入るのかな、多分それが深さになるので、結構一発でドンっていったら結構深い球入るんですけど、軽く打った時に結構深くしづらいところがあって、ちょっと飛ばさなきゃいけないっていうのがあったんですけど、これだと勝手に軽く打っても軽く打っても遠くに入るんで、深く入るんで、
多分なんかそんなに力なくても深くていいボールいくんで、相手からするとなんかこう軽く振ってるように見えるんだけどボールだけ威力あるみたいになるんで、なんか連続でいい球を打ちやすいかな。特にちょっと前じゃなくてちょっと下がって、あのあんまり寝かせないでフラット気味に食い込ラバーに食い込ませて打つときはあんま硬いんですけど、あんまり硬い印象があんまりなかったっていうか、本当に硬いラバーって言ってちょっと硬いのかな、やりづらいのかなと思ったんですけど、そんなにあのまるで柔らかいラバーのように打球感がすごい柔らかいラバーに近かったんで、そういう下がって打ち合いとかでも普通にあの跳ねるんで、打ち合いしても負けないのかなっていうのがありますね。でフォアとかでちょっと下がり気味にオールフォアでやる人とかはすごいいいと思います。広い体育館でめちゃくちゃこうやって打ちたい、ね、あ、そうですね、引き合いとか引き合いとかしたらとんでもないことになりますね。でも細かいのはやってないけど、今回も良さそうですね。そうです、まあ、裏だからね、自分で回転つけるから、まあ、その辺は多分カバーできると思って、はい、じゃあ畠山コーチお願いします。はい、初 YouTube。 はい、初 YouTube です。その前に紹介動画撮られてるね。はい。はい、そうですね、オメガ7ツアー I のラバーとしてはとまず回転がすごいかかるっていうのと、50度、48度って結構固めのイメージあると思うんですけど、結構打ってて しっかり食い込んで柔らかいなって思いました。おすすめっていうか、僕が使ってみた中だと茶色い2本は結構安定重視というか回転重視で、なんだっけ、ラケット何でしょう、インナーがフィール ZX2、アウターがフィール ZX3 です。フィールシリーズですね。はい、フィールシリーズです。略してフィールシリーズ。はい、フィールシリーズで、ウーゴカルデラのウーゴハイパーアクシリーズは結構カウンターとか引き合いとかパワー系でどんどんカンカン打ちたりとか、結構カルデラの戸上くんとかみたいな、あカカカみたいな、こっちは結構ねっちょり系でも使えるかなっていう感じで、だ結構ミスを誘うとか回転系で行きたかったらこっちでもうガンガン行きたい人だったらすごく打ってて何でも入ってくれるっていうか、音もすごい鳴るので気持ちよくラリーできて球も速くなるので、このラケットは良かったです。はい、楽しかったもんね。はい、いや、さ発売は4月の21日予定です。YouTube でというところでは発売しておこうかな。ちょっとそうなると4月に発売ということで、ぜひ皆さんも試してみてください。試すことにね、自分に合う合わないっていうのはね、よくわかんないですからね。本当にいろんなパターンがあって、同じラバーでもいろんなラケットだったり用具があるんで、メーカー問わずね、違うメーカーでも合うかもしれないですし、いろいろ試してみたりとか、自分の合う用具に合ってる人がやっぱかなり成績出るんで、本当にいい用具との出会いっていうのが成績に直結するんで、皆さんもぜひ試してみていただいたらいいと思います。では、ですね、ヨーヨータイプチャンネルの方のね、チャンネル登録とね、高評価の方もね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。打ち方もより、よりこうなると、こういうラバーが出てくるんで、どんどん。